うも MM です。先日挙げました場面クイズやらお盆考察やらでちょこちょこと繰り返したように、今こそ我々は形質を見るべきなんですって感じで、今回は、サイコパスシナーズオブザシステム形質のファーストガーディアンの布教動画です。じゃあなんで今形質を見るべきなのか。1期でも2期でも劇場版でもなく、 SS の形質1でも3でもなく、また改めて3期を見返そうって話でもなく、なぜ形質なのか。まあもちろん鴻上さんはじめ、菅生さんに正岡さん、青柳さんなど現役退場キャラ問わず活躍を見れる作品だからっていう点で形質を推しているっていう点もなきにしもあらずなんですけど、私が推してる理由はそれだけではありません。っていうのも SS って3期の公開、それに作中時系列ともに一つ前の作品ですよね。で3期ではこれまでのシリーズと打って変わって、シビラシステムが敷かれた日本の外の人間、海外から日本にやってきた人間、移民たちにスポットライトが当てられてきました。デスの筆頭が茜ちゃんらメインキャラを押しのけて主人公の椅子を手に入れた新藤新のバディであるもう一人の主人公こと K ミハイル・イグナトフ、名前からして明らかロシア系の移民2世としてサイコパス世界に新しい視点を持ち込んでくれましたよね。移民という今までサイコパスの映像作品でロクスっぽい描かれてこなかったテーマを描くんだったらば、むしろそのテーマを主人公に据えてしまえば移民視点イコール主人公視点となります。でより移民への理解を我々視聴者サイドがやりやすい構造ともなってました。まあ触れたいのはそんなことじゃなくて、その移民っていうテーマの下地には3期で出島っていうキーワードがしょっちゅう登場していたのは記憶に新しいかと思います。鴻上さんリターンズが果たされた3期にはテウメツスの狐にて判明したセブンスインスペクターこと笹川がトランスポート社の、また自分のサブプライムローンスキームの隠れ蓑としていた会社があったのが出島でしたよね。これを皮切りに厚沢が出島出張の折に笹川を処分してきたりだとか、江戸時代からの習わしらしくカステラを土産として持ち帰ったりだとか、宗教編にて宗教特区御嶽にて犯罪に巻き込まれていた移民たち、彼らのメンタルケア場所として出島を指定されてもいました。さらに主人公である新田も K も幼少期を過ごしたのは出島でしたよね。とまあ3期では新しく登場した移民っていうテーマの下地に至るところで出島っていうテーマも登場してたんですよ。まあ出島っていわゆる江戸時代、まあ皆さんも小学校の頃に歴史で習ったと思うんですけど、鎖国政策を取っていた日本が唯一国外に対して開いていた窓口であったかの出島と同じ名前ですよね。でカステラを土産にしたりっていう様々な描写からも、まあ九州にあるのは確定で、まあおそらく史実通り長崎でしょうね、きっと。またこの出島は私が推している SS の形質にて初めて映像化されてます。終盤にてギノさんらが大友さんのスパーロボを追っかけて乗り込んでいった場所がこの出島でした。さながら廃棄区画のような、それでいてアジア感を感じる看板らが立ち並んでいるっていうのが印象的だったかと思います。なんか急にアングラな感じ出てましたよね。で東京の看板の雰囲気とはかなり違ってましたよね。同じ日本なのに全く別の場所っていう印象を受けたんじゃないでしょうか。またここ出島は外務省の領域です。その証拠の最たる例として、この後のシーンで大友さんのスパーロボと快適したギノさんが彼にドミネーターを向けるも、外務省は管轄特区だからと外務省シールドを貼られてしまっていましたよね。外務省のお膝元である出島で公安局の犬ごときに好き勝手させるわけにはいかんっていう強い意志が感じられますよね。ただ、まあ、おそらく両省庁の大元はシビラなんですけどね。でここで明らかにされた外務省の権限はシビラの神器であるドミネーターにすら介入することができるっていう事実は3期の2話で回収されてました。まあここでその権限が発揮されたのは外務省の外、完全に公安局の管轄下にあるにもかかわらず、測定対象が外務省の特別捜査官であったために同じように外務省シールドが働いて犯罪係数の測定そのものができなくなるっていう事態が起きていました。つまり外務省の任務遂行のため、いちいち公安局の顔色を伺っていると自分たちの任務遂行に迅速性が持てなくなるっていった具合で、ドミネーターをシャットアウトできるような権限が鴻上さんはじめ行動課特別捜査官には与えられていました。またさらにケース2ではこの出島の存在と外務省との密接なつながりを踏み台として、3期およびファーストインスペクターであったような格闘ロボに対してドミネーターが使えなくなるっていう事態のフラグまで設置されてました。まあ、こちらも同じくケース2の終盤、もう1体の大友さんのスパーロボと菅生さんたちが快適したシーン、青柳さんがドミネーターを向けた際のことでしたね。以前ドミネーターの脱線動画を上げた際にも触れてますし、また別の考察でもこのことについて触れるんですけど、少なくとも人型のロボに対してはドミネーターの心理診断が効かないっていう事実があります。それが初めてはっきり映像化されたのがケース2でした。ただケース2でこの事態に直面したメンツは全員退場していたか行動課に移籍しちゃったんで、そもそもドミネーターを握れないわけなんですよ。なので改めて3期のリニューアルさ
された刑事課によって気づかされるというか、彼らを通じて我々に思い出させるっていう構図になってました。例えばテンさんが3期の4話にてロックできねえって言ってますし、ファーストインスペクターで散々 SG 型乱発してたのに1回もあのロボットにはターゲットされてませんでしたよね。つまりそういうことでしたっていった感じに、出島の存在、外務省の権限、ドミネーターに割り込める外務省シールド、格闘ロボにドミネーターが効かないっていう事実、これら3期で登場してきたいろんな要素の先行公開の場が SS の形質だったっていうことです。事実 SS シリーズは3期が1時間枠で制作されるってことの実験場としての側面もありましたからね、まあ、この点は塩谷さんのインタビューで語られてますのでね、こういったつながりがあるのも理解しやすいと思います。まあ言うなれば回収された伏線が張られる舞台を見に行こうっていうノリですね。ただ SS って配信サイトとかないので、この間劇場版からの劇場公開作品をワウワウで録画していたって方、あるいは円盤をすでに持っている方以外はまあ基本的に借りに行ってくださいっていうところに落ち着いてしまうんですよね。ただ公開から1年半近く経過してますんで、まあ、いわゆる新作とか純新作の料金では多分ないはずです。さらに自粛だったけどお金あるよっていう方は円盤の購入を検討されてもいいんじゃないでしょうか。まあ今挙げていったような伏線回収を抜きにしても SS 形質単体として、まあ、ヒューマンドラマとして、また正岡さんや菅生さんらが活躍する作品として見てもめちゃくちゃ面白い作品です。次の新作までは早く見積もっても半年以上の時間はおそらくかかるでしょうから、今のうちに過去作を振り返ってみてもいいのではないでしょうか。まあ別に係数だけじゃなくて SS 全部振り返って周回するぐらいの勢いでもいいかもしれません。といった感じで、はい、まとめ、まあ今回は別に考察でも何でもなくて、ただ今3期もファーストインスペクターも終えた今だからこそ係数を端から端まで見る楽しさがあるんだぜっていう布教と、またまだ見ていない方向けでもあります。 SS ってそれぞれが1ヶ月半から2ヶ月ぐらいしか公開されていなかった、かなり短い間しか上映されてなかった作品ですからね。さらに今でも配信されてません。1期2期、そしてで劇場版は見に行った、あるいは借りたことあるんだけど SS を見ないでそのまま3期に入っちゃって、時たまあれなんかよくわからんことになってるなってなってる方もいらっしゃるかもしれません。で、3期以降の作品理解に地味に役立ってくる作品である以上に、普通に一個一個がめちゃめちゃ面白いので、まあ大事に見てください。今なんです。新作までね、確実に時間がある今だからこそ見てください。見て損するような作品ではありませんよ。っていうただの不況のお話でした。なので久々ねコンパクトな動画でしたね。早く菅生さんの活躍みたいですよね。さて皆さんの活躍してほしいキャラは誰でしょうか。ぜひコメント欄で愛を語っていってください。では今回はこれくらいで、ご視聴ありがとうございました。お相手はイモヨミでした。失礼します。